いやでももういつも思うんだけどさ、うん、お金をかけてさ旅行とか行くじゃない、うん、あの最近ですこそなんか行かれへんくなってから、うん、あのなんかちょっとなんだろう、まあ、いいなと思えるようになったけど、うん、昔とか旅行とかに興味がなかった時期ってさ、うん、結局でもそれって思い出とまあ言ってしまえばうんこにしかならへんわけやんかお前ひどいやつやないやいやいやそう思ってた今はちゃうよもちろんね大前提として今はちゃうけど結局思い出とうんこにしかならないから、うん、うちゃくちゃいや旅行 あの魅力ってあんま感じなかったの。ああ、俺も旅行行かへんな。なんか怖いね。俺なんか飛行機とか乗るやん旅行とか、ね。はいはいはい。あれもうなんか墜落しそうになるそうで怖いね。もう耐えられへんね俺。ちょっとあーあーってなる。いや飛行機の墜落事故って発生確率で言ったら、うん、人が外に出歩いて死ぬ確率より低いねんで。ああまあまあそういう。いやでもなんか怖くない。まあ。でも鉄の塊に身を預けるみたいな。まあせやけど。でもあれらしいで、あのなんかね、うん、日本人が交通事故に遭う確率と確かねアメリカ人が外にあの 200m 歩いて死ぬ確率同じくらいらしいアメリカ怖すぎいやマジで銃社会でダメだあかんからいやーやばいな